はい、今からかわいい筆文字を書いていきたいと思うんですが今日はですね依頼があった言葉でいきますえ卒業おめでとうございますって書いてくださいってことだったのでえ卒業おめでとうございますを書いていきたいと思います実はこれ何回も書いてるんですこのシーズンね多いんですがただちょっと今までと違う字で卒業っていうこの漢字はね違うかんあのパターンで攻めていこうかなと思いますのでよろしくお願いします えー、こういう字書けたらいいな、書いてみたいなって方、オンラインで筆文字の講座をやってます。えー、今、上にポチッと押すとこ出たと思いますが、そこからブログが見れるんですが、一度書いてみたいなって方は覗いてみてください。詳しくはこの動画の最後にお伝えしますので、よろしくお願いします。じゃあ、書いていきたいと思います。まず、バートを書きますね。で えー、そのの後に漢字の説明しますで、えー、最後にパステルとかも使いながらあのやりますので最後まで見てもらえたらと思います。パステル入るだけで全然変わりますので,で今回どういう卒業かというと。 こんな感じですちょっと今までねここら辺に顔を入れてたんですが顔なしでいきました。でここにアンバランスを置きました。ただいつもの自己主張でここはあの太くしてますけどもで。おめでとうございますですね。 はい、こんな感じですね。これを書いていきたいと思うんですね。で、えー、卒業っていう字の書き方だけ伝えます。で、おめでとうございますは、あのー、もうなんひらがなはですね、あの今、ぽちっと出てきたと思いますが、ひらがなだけでだいぶん書いてます。あのー、去年もおととしも、あからうんまでや書いてるのがあるので、えー、そこを見てみてください。ひらがなはポチっと上を押してくださいね。じゃあ、えー、卒業っていう字をいきます。 今まではですね、実はまあこんな感じでここに顔を入れたりとか、もしくはここ顔を入れたりとか、こんな感じのことやってたんですね。それをちょっと顔なしにいきました。ぐるぐるっと、まずぐるぐるっと。で、太いから細いですね。太いから細い。ここはもう何もいじらず、普通に。で、ここも普通に。で、最後。 ちょっと下を膨らまして長めになりましたぐるぐるといって太いから細いまあ太い細いなくてもいいですねはい行いきますね 行はですねいつもの自己主張です。1個だけ。これいつもいることですね。太いところから細いところ一1個は作ってます。でここも細くです。でここだけちょっと太めに長くです。で細くいって最後太くですね。行です。あ間違った。 これを、えー、パステルとか使いながら描いてみたいと思います。で、一個だけ絵を描きます。最近ね、僕絵が下手なんですが、ちょっと絵にチャレンジしております。今回もパステルを使いながら、パステルで絵を描きますね。卒業にちなんだ絵を描いていきたいと思います。簡単です僕簡単単ででです僕なんんしかできませんので

これだけです。これだけです。あと顔を描くだけです。でほっぺです。でこの上に パステルを塗っていいいきたいと思います。パステルはあのダイソーの100均のパステル使ってます。これでね、十分ですので、皆さんも使ってみてください。 じゃ、ここに書いていきたいと思います。卒業おめでとうございますですね。 こんな感じになりました。卒業おめでとうございますです。えー、どうですかね、可愛く描けてますかね。えー、こういうね、可愛い筆文字、アジュナル筆文字で書いてほしいなという言葉とか。 え何かありましたらコメント欄にお願いします今回もね卒業おめでとうございますって書いてくださいっていうコメントがあって書かせていただいておりますでこの動画あげますのでその動画をえ見ながら真似して書いてもらえたらと思いますのであの何、ー、か書いてほしいなっていうのがあったらコメント欄にお願いしますあとあの一番最初にお伝えしましたけどこういう字書けたらいいな書いてみたいなって方がいらっしゃいましたらオンラインの筆文字の講座をやっております、えー 概要欄のところちょうどタイトルの下のところにですねブログに行けるところがあります。そのブログのところ行ってもらったらあの講座を受けた人たちの字も見れますしまたあのそこから申し込みもできますのでぜひともか書いてみたいな書けたらいいなという方は見てください。あのー、よく言われるのがねセンスがないから書けへんとか字が下手だから書けへんってよく言われるんですがあの全然問題ないです。 センスでで書きませんし、えー、上手手いいか下手も関係ないですであとやってもないのに無理ですって決めないでください。絶対書けるようになります。これ100%書けるようになりますので、あのー、書いてみたいなって興味のある方はぜひともチャレンジしてみてください。あのー、これね自分の字ってルールで書いてるんですよもうあの。子供の時から決められたルールで書いててそのルールを外すだけで味のある字になりますので。あのー 講座ででははそれがかかりやすすすくくきててままらら書いてみたい,な書けたらいいいいみたたななけって方はぜひともよろししお願いしますで最後に、こういうねあの、動画をもっともっと見たいなって方は、ぜひともチャンネル登録と高評価、ポチッと押してもらえると嬉しいです。えー、今、他の動画が紹介上がっているところに丸いボタンがあると思いますが、そこ、チャンネル登録できるところなので、ぜひともそこ、ポチッと押してもらって、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。じゃ今日は以上で終わりたいと思います。 ありがとうございました。